皆さんこんにちは、ビギレジェンド染田です。2023年もビギレジェンドプロテインが大変お世話になりました。2023年振り返ってみて、皆さんどんな1年だったでしょうか？私としては結構地味な1年だったかなっていう印象で、どういった1年だったかっていうと、結構小さなことをコツコツとね積み重ねるような1年だったかなって考えております。仕事にしてもそうですし、趣味の筋トレでも特に大きな成果を上げたというわけでもなく、このね小さく積み重ねたことをね、来年2024年にね大きく飛躍にねつなげられればと考えて過ごした1年だったかなっていうような印象です。自分のね、こう、性にも合ってて、結構自分的には、こういった YouTube にも出たりしてるんですけど、結構、地味にね、コツコツ積み重ねるのがね、得意なタイプだと思ってるんで、自分のね、性には合ってたかなと思います。皆さんはね、どんな一年だったでしょうか？もしね、よろしければ、こちらのね、コメント欄の方に、どんなね、一年だったか、ぜひ僕に教えてください。でね、一緒にね、よかったら2024年のね、抱負なんかも教えていただければ嬉しいです。コメント欄僕全部一応見ておりますんでね、ぜひね、コメントも返したいと思ってますんでね、ぜひどんな一年だったか教えていただければと思います。次にね、このビギレジェンドね、チャンネルを見てくださっているお客様にお願いがあります。で、今ね、これ見てくださってるお客様って、本当にもうビギレジェンドプロテインをね、本当にね、大切に思ってくださってるお客様だと、僕自身は思っております。そんなお客様にお願いなんですけれども、 ビギレジェンドの好きな部分ですかね、本当にねいいよなって思う部分であったり、もっとねこうした方がいいよなっていう、改善した方がいいよなっていう部分多分あると思うんですよね。もしねそういう部分があったらね、こちらのねコメント欄の方に書いてちょっと教えていただきたいと思っております。僕自身もね日々ビギレジェンドのねいいところであったり、もっとね改善しなければいけないなっていう部分考えたりするんですけれども、どうしてもね、こうずっと中にいてしまうと、そういう部分がね、見えなくなってしまう時があります。そういった時にね、こちらのね、チャンネルを見ていただいているお客様であれば、もうはっきりと見えてると思うんでね、ぜひね、ちょっとコメント欄の方に書いてね、僕に教えていただければと思います。そちらのね、コメント欄を見させていただいてね、ぜひね、2024年、もういいところをどんどん伸ばしていって、で、悪い部分ね、ここね、どんどん改善していって、もっとね、より良い商品であったり、サービスをね、お客様に提供できるように取り組んでまいりますんで、ぜひぜひ、思ったことを、こちらのね、コメント欄の方に書き連ねてほしいと思います。2023年のね、年末に何を言ってるんだっていう怒られるかもしれないんですけど、2024年、よりね、大きく飛躍してね、より良いものをね、お客様に提供させていただきたいと思っております。ぜひ、コメント欄の方に書いていただければと思います。2024年もね、お客様、皆様のね、心や体の健康づくりに貢献できる商品、サービスをね、どんどん提供していけるように頑張ってまいります。2024年も引き続き、ビギレジェンドプロテインをよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。またね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。